ございます。今日は8月28日月曜日です。またね、週が始まりましたね。いかがお過ごしでしょうか。なんかそうですね、なんか今 何言おうかなとか思ってたんですけど、まあ別にないですけど、なんかそうだ、昨日ブログとかでなんかなんでだったんだろう、父の面白い書くことないんで、ってかその前の日にとか、よくあんまりなんかうちの父が普段何食べてるんですかってよく聞かれるんで、でそれを前の日に聞かれてたところでなんか言ってたところだったから、もう書く時間忙しいから急いでちゃっちゃちゃっとなんかブログ書いて、なんかそういえばなんか横耳さんが父がシャンパン開けてる写真撮って、でなんかちっともいいと思わないけど、ちょっとなんか父があれ SNS に上げてもいいよ、いいよっていうか上げてってことなんですけどって言うから、じゃあもういいや上げてあげるよって言ってたら、なんか意外とその健康情報っていうか、そういうのって皆さんやっぱ興味があるんだなと思って、なんか面白いなと思っていましたね。なんかやっぱりただなんか人が何食べてるかとかって面白いことは面白い、ただただなんかまああれにもよるかな、そのグルメとか何食べましたっていうのばっかりアップしてるでも、あそうですかってなるけど、あんまり分かんない人、あの人何食べてるんだろうみたいな人がなんかとか、スーパーとかでも前の人が買ってるものってめっちゃ面白いですよね。なんかやっぱり自分とね違う、それぞれもう分かりやすく、この人今日帰ってこれ食べるんだなっていう人もいるけど、なんかこれで何日か分の家族のご飯なんだなとか思ったりとかねしますけど、まあそんな感じですね。ということで、あそこの電気がついてまあいいやなるほど、今日なんか明かりがね違いますけどね、そんな朝ですね。おはようございます。ちょっと一瞬明るくなったかな。おはようございます。ということで、じゃあ、ただなんかその食べ物とかのだからそこになんか食いつかれても困るっていうか、食べ物実は究極行くとこまで行ったら関係ないとは思うんですよね。食べ物に対する罪の意識の方が人を病気にするんじゃないかなみたいな、何でもタバコでも何でも。これによってなんかがんになるんじゃないかっていう思いながらタバコ吸ってるとか、なんかお酒飲んでる人はなりますよね。だけど絶対関係ないとか、なんかこれでストレス解消されてとか思ってる人は、なんか酒は百薬の長とかなったり、タバコとか吸いながら100歳とかいう人もいるから、その食べ物をのところだけ真似してもどうなのかなとかも思ったり、そこじゃないような気はしますけど、多分近くで見てるのに、うちの父が別に明日どうなるか分かんないけど、別に明日どうなってももう
で今まで92だから、まあ、一応長生き、あ、おはようございます、一応長生きできた人だとしたら、健康長寿のブルーに入るとしたら、あの一番これだなと思うのは、あのよく人がね、あの自分責めとか、自己否定とかそういうワードって聞くじゃないですか。でそのね、なんかね、もうちょっとおかしいんじゃないのっていうぐらいその逆なんですよ。でなんかもう勝手に自分褒めとなんか自己肯定がひどくて、なんか自分素敵フィルターがかかっちゃうんですよね。そんな人っているかなと思うんだけど、だからなんかああいうジジイ写真も、あのなんか知らないけど、 SNS も何も分かってないんですよ。そんなもうスマホなんか持ってないんだけど、なんか SNS の向こうの皆さんに自分の写真を見せてほしいっていう、この感じっていうのがだいぶおかしいなと思ってますけど、そのぐらいなんかおめでたいと、あのいろんななんか荒波がこう緩和されちゃって、あの無力化されちゃうのかもしれないですね。なんか人の悪意とか、なんか体に悪いものとか環境とか、なんかだからやっぱりだから自分褒めてる人ってなんかもう無敵って、こっちがだってなんかいじめてもなんか違う、逆変換の人って、誰も責めてないのに人の言葉をなんか責められてるみたいに変換しちゃう人もいるけれど、その逆で、そんなこと誰も言ってないのにいい風に変換していい気分になってるっていう、多分そこだと思いますね。だからちょっとそんなつもりもなくて、そんなに食べ物書いてなんか、あのそこをこうちゃんとこう受け止めてもらっちゃうと思ってなかったんですけど、そこ書くんだったらそっちのメンタル面書かなきゃダメだったなって、すごいちょっとは書いてるかな、なんかそんな感じのこと思ったりしてますけどね。そんな感じです。じゃあちょっと行きたいと思います。お願いします。さっきの覚えてる、
わりました。 ありがとうございます。ゆみこさん、これね、この私の天然入れ墨腕輪じゃなきゃ見えますこれ、ここだけ1センチ開けたっていうので、なんかいろいろ情報いただきまして、なんとかオイルとか何とかを、まあ、一種のやけどなんで謎のなんかなんだろう、なんか面白いですけど、まあ、いつかは消えるでしょうみたいな。でもやっぱりその日焼けと帽子とか UV のなんかとか、やっぱりちゃんとこんなに効くんだなと思って、これ実験ですよね本当に。もう本当笑っちゃうんですけど、そんなか、しかもなんか今度黒くなってきましたね、だんだんね。だってもう1週間なんですよね今日で。なんですけど、富士山でここだけね、最後多分 2,3 もしかしたら下山してからバス待ってるところが直射日光で、そこだったかもしれないんですよね。とにかく数時間もないと思うけど、この1センチのところだけね、ほらで、なんかそれで何だったっけな、なんかそうそれででもなんか実はなんか私小学校の頃とかプールが好きすぎて、今これ見て思い出したけど、だから最初1週間赤くなってたんですけど、黒くなってきたんですよね色が。それで思い出したんですけど、プールが好きすぎて、夏休みが終わるとクラスで一番焼けた人っていうのになってたんですよね。それでなんか母がもう娘が土人になったようで、なんか恥ずかしいとか言ってたの思い出しましたけど、やっぱだから焼いたら焼けるんですよねこれね、というね朝でしたけど、そんな感じで特になんかあれですけど、そのね、さっきの続きで言うと、全然そんな父の話とかしたくもないんですけど、なんか昨日うっかりね、そういうことでさっき言ったみたいな感じで、結局そのあんまり食べたものじゃないだろうなっていう感じはしますね。まあそれもあるだろうなっていう、とにかくなんかポジティブに変換するやつなので、いや実はってかだんだん思い出してきたけど、なんかそんなに私もまあ結構なんか昨日のブログ見たら分かると思うんですけど、そのこれだけは投入しようみたいな、とりあえずもうそれあとはもう好きにしてくれみたいな感じで、良さそうなことはなんとなくこう先にこっちのノルマって感じになってるんですけど、だんだんいろんな話とか聞いてなってきたんですけど、でもこれがこれ結構思った前、そういえばそのもっとね、例えばその母の介護とかしてる時とか、その後とかも、そのいろんな、なんかごっちゃごちゃしたやつが一応この体制になるまでの間ってもっとなんか適当だったんですけど、今でもそうだけど、全然すごい私が出かけちゃってウーバーイーツとかいう時もあるし、いろんな時がありますけど、基本そのポジティブ変換装置があるんで、うちの父がその自分攻めの逆でってさっき話してたけど、そのなんかいい方に変換しちゃう変なフィルターがあるので、もうこれどう考えても手抜きでしょっていう、なんかご飯出しても謎になんか、いや健康にこと考えてもらってる、なんかありがたいご飯だなとか勝手に解釈するんですよ。そうするともうあらゆることがね、別に私のことじゃなくても、そうすると多分無毒か弱毒かっていうか、そこでだいぶもうワンクッション害が減るんじゃないですかね。でそう言われるとこっちはなんかちょっと後ろめたいわけですよね。その、まあ、その時間的に無理だったとしても、
その日の手抜き具合に。だけどなんか逆にそれが例えばこれ手抜きだって言っても、ありえないけど、手抜きだってもし怒る人だったら、なんか私もなんか売り言葉に買い言葉だと思うんだけど、なんか勝手に解釈してなんか体にいいんだってとか言われちゃうと、なんかそっちに寄っていっちゃうんですね。これがそのなんかそれはちょっとね、言語化されてなかったけど、なんかそういう感じありましたね。なんかどっちがどっちっていうんじゃなくて、流れで、だからやっぱり褒めて育てるみたいなってあるでしょうね。だから子供とかも何でもいいから褒めとくと、なんかそこに後ろ、もしそこが褒められるような状況じゃないこと本人は分かるじゃないですか。そうするとなんか後ろめたさ的なものが発生して、なんか合わせていっちゃうみたいな、そっちの言われた現実に、そうじゃないのに言われた現実の方に合わせていっちゃうみたいなことってあるかもしれないですね、とかも思ったりしましたけど、まあなんかちょっと そのあれでちょっと考えたのは、考えたっていうか、別に健康長寿になる必要ない、たまたまですけど、なんでかなと思った時に、やっぱりその自己肯定フィルターみたいなのが入っちゃうのと、自己褒め、人の言葉が褒められてる言葉になっちゃうっていう、なんか謎の機能が一番大きいのと、あと長生き、健康長寿目指してないってとこですかね。そんなつもりは全くなくて、なんか今良ければいいじゃんみたいなのだから、そっち、あとなんか死にかか、昔のね、昭和一桁の人とかって結構皆さんそうだと思います。戦時中とか結構死にかかってたり、本当に死にかかってる何回か。なので一回そういうところをあれするととか、絶望とかを知ってると、なんか開き直りもすごいんじゃないですかね、多分ね。そういう感じで、なんか全部おまけみたいな。でも考えたら同じなんですよね。だからその一日もらったらありがたいっていうのでやればいいんだろうなとはね思いますけど、私とかみんな若い人も。でもそれが本当じゃないですか。未来なんてどんなに計算したってね、その通りになるわけないから、確実なのは今日もらったっていうそこだけなんで、なんかそしたら確かに今日もらったって、今日が最後の日だと思ったら、あと10年あると思うのとは今日の生き方が変わりますよね、っていうことですよね。そんな感じを思ったりしましたね、というなんか話でしたけど、そうです。特にはあとはないですけど、まあ言い出すとね話があれなので、なんかもうやめますけど、だんだん忙しすぎてなんか笑えてきたっていう、笑えてきたんで、なんかもう全部ちょっと冗談みたいになってきたなって、で私ね自分のことが、でそれがちょっと面白いなと思って、本当にちょっと深刻味がなくなってきましたね、なんか自分がやってることに。なのでまあしょうがないじゃないですか、もうやるしかないからね。だからちょっとこういうことかなと思ったり、なんか忙しい時はもう一つ仕事を増やして忙しくしなさいっていうのが、そのね、私が今言ってるっていうか、これから教えたりする編集学校の松岡聖吾さんの、まあ、異常に忙しい方なの で異常な結果を出してる人なんで、嘘は言ってないけど、普通忙しかったらセーブするとか何かを断るとかな、こっちに行くじゃないですか。じゃなくてもうそれはチャンスだと、で忙しくてこれはやばいってなったら、そこを乗り切る方法はもう一個仕事を増やすことなんだっていうんですよ。でその理由は今限界っていうのって今の私のやり方の限界なわけで、で
ていうことはこのやり方ではもう対応できないっていうことは、このやり方を卒業するチャンスっていうか、別の回路を開くチャンスっていうか、まあ、確かに窮地に追い込まれると、なんか窮地に追い込むってことですよね、自分を。だからまあちょっと嫌だ、ちょっとまあまぞっ気がありますけど、そうすると違うやり方とか省エネのやり方とか、今までの無駄が落ちるとか、あのっていうのがまあ分かりやすいけど、もっと別の能力開くみたいな意味では、あの確かに。だけどそれ真似するのはやっぱり怖いですよね。だって今の状況ではあの対応できてないから破滅する可能性もなくはないけど、まあ死にゃしないしみたいな感じで、あのでもなんか分からなく、その富士山とかだってやっぱりある意味限界とかだと、あの限界に挑戦みたいなのだとやっぱりあの変わりますよね、その歩き方とかも。あの普通のこっから駅まで行くんだったらどんな歩き方でも行かれるけど、そうはいかないとやっぱりそこで今まで使ってなかった筋肉を使うとか、そこが目覚めると、そこ終わってもそれはのその感覚は残るから、やっぱりなんかあの結構みんなそのそういうのどんどん限界超えやってる人と2パターンいるなっていうのが見えるようになってくるっていうか、だからなんかあのテレビとか見てたり、あのテレビは見ないけど、なんかいろんなそういうの、あの昨日一昨日とか昨日もなんかちょっと名前が分からないけど、その若手のねピアニストがみんなあの猛暑すぎて全部オンラインに変わったんですけど、あのちょっとこれ弾く方やる方もあのスタンディングでね、横浜のどっか倉庫のどっかでスタンディングであのずっと2日間フェスティバルみたいな、あの今ね男の子の20代とか30代ギリギリぐらいのすごいピアニストいっぱいいるんですけど、そういう人たちのなんかそういうのがあったんだけど、昨日オンラインでちらっと見てて、あのいや本当に限界でやってるなと思って、なんかだからそのこの感じがないと、そのこの感じっていうか、まあ、私がそうちょっとはっていうか、まあ、そのどんなに大変なことをやっ、あこれをこうやるんだみたいなのが具体的に分かるからっていうのと、あとその富士山とかそういう松岡聖子さんの話とか聞いてて、そっちのやる側の気持ちっていうのがまあ分かるっていうか、感じでいて見てると、そうじゃない人が見たらこれ普通だと思うんですよ。あすごいなって。あのみんなそれぞれ別にその何でもピアノじゃなくてもフィギュアスケートでも何でも、ああすごいなって思ってるやつ とか、例えば村上春樹とか吉本和奈さんが小説出したっていう時にも、あやっぱり才能があって素晴らしいなって尊敬はするけど、そしてあの楽しいなって言って読んだり、あその例えば舞台もね、舞台死ぬほど見ますけど、なんかあの演技がどうだったねとか、なんとかさん綺麗でとか、なんかあのストーリーがどうでとか言うけど、そのやってる人はもう本当危ないギリギリのところで、あの賭けであののとこでやってるのがもう身につまされるっていうか、でもそこで伸びるんですよね多分ね。でもだから昨日とかもそのいっぱい男の子がピアノ弾いてて、あのもうそれしかもそのやっぱりもうね時代が違うから本当にすごいんだけど、でも才能もとてつもないんだけど限界に挑んでるな間違いなくみたいな。だからもう本当になんかあの極限の緊張とあれで一発だし、オンラインだけどあのライブだし、だからなんかスターみたいになってて、スターみたいな人って実はもう本当に針のむしろとは言わないけどですよね多分。でそうは見えないんですよこっちからだと、落ち着いて見えるねみたいなんだけど、そういうところに立ってるのと、あのだからあの
こう富士山じゃなくて細こう天の上に立ってるのと、もうこうダラーってこうダラーって地面全体にこうダラーってな立ってる人とでは、なんかそりゃあね、そっちがなんか称賛されるの当たり前っていうか、ラッキーなんじゃないなって、すごい ラッキーさでそこに行ってる人はいないなってすごい思いましたね、昨日も。私まあ一か八かのチャレンジでいいんだろうなみたいな、とかね、昨日 それ見て思ってましたけど、そんなんでそんな話になったんだろう。まあそこが一番新鮮な、あそうかそうか、それでなんかだからまあ予定調和を目指さなくていいんだろうなっていうことですね。なのでなんか例えば私としてはその富士山とかああいうどこまで応用できるかだから、じゃあなんかそのフィジカル的なこう体をなんていうのかな、整えるっていうかのを、じゃあそれまあ一緒なんですけどね、メンタルじゃなくてその大量のものを読むとか書くとか、そっちの効率化ってどう、まあそんなそうでも同じなのかもしれないけど、まあピアノとかも多分全部同じなんですよ、間違いなく。だからそこの全部同じだっていうところにを発見するためにはいっぱい同時にいろんなことやらないと共通点が見えてこないっていうのもありますよね、確かにね。よくわかんないですけど、まあそんな感じでなんかそうですね、そんな感じですね。なのでまあちょっとね、いろいろやりたいことはもっとあるんですけど、どこまであれするかなって感じですね。そんなあんまりまた取り留めもありませんけれど、終わりますかね。なんか話がまとまりませんけど、あ、じゃあ昨日のブログで一番なんか皆さんに、由美子さんいつもありがとうございます、フォロー全て同じですね、私はそのエステとか由美子さんの話聞いてて同じだなって、すごい同じだなっていうか勉強させていただいてますっていうか、そんな全然遠いんで1回2回受けただけですけど、そんなねこと思ったりしますけど、昨日の話ではその水を凍らせるっていっいう一文、なんか私当たり前になってたんで、普通に凍らせた水って書いたら、すごいそれについてなんか個人的に問い合わせっていうか聞かれたんで、ああみんな関心があるんだなと思ったんですけど、それは凍らせて一旦凍らせて溶かした水はなんか粒子が細かくなって、何だったっけ、クラスター、また書きますけど、クラスターがなんかとにかく吸収しやすくなるんですって。でそこに一つまみいい塩梅っていうか、ちょっとまろやかになるぐらい塩を、その天然の塩を入れると余計スポーツドリンクなんかよりずっと細胞に浸透するっていう感じになるみたいで、でなんかうちの父ももうなんか何がってわけじゃなくて、90年以上使っててもだんだん腎臓とかいろんな機能が、まあ元気ですけど、数値がね、だんだんやっぱり腎臓を大事にしないとなんとかですよって定期検診で言われてたんですけど、その水に変えたら、水はだからペットボトルは1回全部冷凍させるっていう、で そしたらなんかちょっとずつこう下がってたのが、なんかちょっとずつ上向きになったような気が、でそのだからお医者さんは別にもう年だし、なんか何薬飲むとかそういうことではないから、まあで年だからなんかあんまり厳しくする必要もなくて、別にいいじゃないですか、好きなもの食べてれば好きに生きればっていう感じで、私もお医者さんもそうなんだけど、まあ言えるとしたら、水分は水はちゃんと取ってくださいねっていうのだけは絶対言うんですよ、その腎臓のなんかいろいろ濃くなっちゃうと良くないのかな、でその水を
お医者さんは普通に水をって言うけど、それを凍らせた水に変えたら、あとちょっと塩ひとつまみとかやったらなんかいいような気がしますっていうことを、全然言葉が足りなかったですね、とか全く言うそんなこと言わなかったけど、そういうお話でしたね。ということで終わりたいと思います。今日は8月28日月曜日です。素敵な一日でありますように。ありがとうございました。ではまた明日の朝に。失礼します。コメントありがとうございました。なんかたくさんこんなくだらない話ありがとうございました。失礼します。